私が見つけた星を。衛兵に予言の女神のそばに置いておいてって頼んだのに。まさか上の方で異変でもあったのかしら。とにかく急ぎましょう。
光の目の前には偉大なるゼンマイにふさわしい台座などなく、ただ閉ざされた扉があった。お前んとこの台座はどうした？偽物だとバレて恥をかくのが心配だから先にしまっちまったのか？まあそんなところだ。我らがファミリーの主な偉業は、自分ででっち上げた架空の偉業は、おい黙れカペ。黙るんだカペ。もしある日俺が殺されるようなことがあったら、犯人はポポラーノで間違いない。遺言は以上だ。我がファミリーの偉業は、知恵によって休日の悪霊の宝物庫を暴き、その財宝を盗み取ったことだ。だから台座を含めた貴重な文化遺産は全て扉の向こうに置いてある。じゃあ扉を開ければいいんだね。いや、そう単純な話ではないのだ。扉には知能型応答システムが組み込まれていて、その質問に答える必要がある。もし間違えれば通報される仕組みだ。そんな、あ、でもお前は当然答えを知ってるんだよな。時が知恵のページを白く染めてしまったのでな。答えは知らない。だが案ずるな、すでに話は通してある。通報されても警備員は来ないから、好きなようにやってみてくれ。質問1、君は誰だ？長靴を履いた大妖怪ネコマタだよ。そしてガイドの精霊、いやガイドだ。質問2、悪竜を倒せたのはどんな素質によるものか？もしそれが正解なら俺は正解だ。なんだと？そんなバカな。質問3、外の世界の虚構とこの世界の真実、よりリアルなのは？そうだな。外の世界が夢ではないと誰が断言できよう。目が覚めたら実はただの小説だったという可能性もあるだろう。ならばどちらもリアルということになる。全問正解だ。では台座へ案内しよう。旅人公爵、では前回と同じように頼む。偉大なるゼンマイを差し込んでくれ。なあ、それからこれが我らがファミリーの紋章だ。よし。
風の行く先を。よっ。風の赴くままに。それよっと。これはやらなくても大丈夫そう？見せてくれ。ああ、知恵のファミリーがどれほど素晴らしい物語をでっち上げたのか見てやろう。私が遺言を残すとしたら、自首をしよう。カペをやったのは私だ。だな。見ろ、我らがファミリーの歴史もまごうことなき事実だ。ここに偽造できないサインがある。何？もしかして僕のファミリーだけか？私のファミリーの知恵とやらはすでに君たちの前で笑い話として終わっているが、ファミリーの知恵をはるかにしのぐ私自身の知で予測を立てよう。我々3つのファミリーの歴史と美徳は全て真実なのだとな。ポポラーノ。あ、私もそういう経験あるよ。前に巫女様に酒の魚に煮干しをかけるとしよう。さあ、どの湯飲みに梅干しが入ってるか当ててみよって言われてね。何度やっても当てられなかったんだ。巫女様はいっつも違う湯飲みから梅干しを出してみせたの。後でサチっていう巫女のお姉さんが教えてくれたんだけど、実は全ての湯飲みに梅干しが入ってたんだって。
妖怪として力不足だよね。もっともっと学ばなきゃ。あの狐女、ただお前をからかってただけだろう。なら一つ朗報だ。今回はこの三つの宝箱を開けられる。湯飲みと梅干しを使ったイカ様と違ってな。ポポラーノのところの財産をすべて取ったら、次は僕のところへ行こう。じゃあ、また私がゼンマイを抜いておくね。そりゃ。行こう。天地の恵みであるな。貸せよ。行こう。天地の恵みであるな。行こう。悪くない収穫だね。瞬間の喜びを覚えておこう。
やっ。悪くない収穫だね。悪くない収穫だね。なんかイヤイヤ感がにじみ出てるよな。貫こう。また一つ手に入れたぜ。結構苦労したな。いざ行こう。